今日の試合における方針といいますかね、はい、2 and 2と出せば勝手に45度で上がっていくという危ない球でしたが、要サインが出ないっていう、前半のリードと対照的になりますよね。そういう意味から言いますと、ね、その細かいところが ね感じなんですね。今さ先頭に戻った駒田、今日はフォアボールとセンター前ヒットと